はい、こんにちは、イレくんです。ということでして、本日からチャレンジクエスト3が始まりました。チャレンジクエスト3は、コストが回復しません。このチャレンジは第1層から第7層まであるんですが、ちょっと長いので、前半、第1層から第4層までの動画となっております。はい、その1層から4層を星3以下のキャラだけでクリアをします。この星3以下のキャラでクリアするコーナー大人気ですからね。ちょっとこれ見てくれました？上級クエスト7つ。これも全部星3以下のキャラでクリアしてます。まだ見てない方ぜひね、よかったら見てください。はい、それでは1層からやっていきましょう。はい、第1層は難しくないので6名でいきます。はい、ちなみに今みたいにパーティー欄に空きがある場合にこのセシルを入れますと再配置時間の短縮が行われます。例えばジェレミアの、再配置皆さん使っていると思うんですが、これが数秒間ぐらいだいたい短縮されます。ですのでクリアできない時などパーティー欄に空きがありましたらこのセシルを入れてみてください。はい、それではいきましょう。まずジェレミアでコストを回復します。はい、そしてもう一人の突撃ナイトポリスをつけています。抜け防止にナイトポリスで、ここに遠隔アタッカーダールトンいる方はダールトン入れてくださいね。その前に守護を入れます。いつもは時間経過とともにコストが回復するんですが、今回は回復しないということですね。はい、ジェレミア再配置でコストを回復します。そして次に、アタッカー出してもいいんですが、体力が危ない方などは先にヒーラーをね、ここ上向きに置いてください。そしてジェレミアでまたコストを回復して遠隔アタッカーをここ左向きに置きます。これですり抜けるようでしたら、もう一人突撃を連れて行って、間に守護を入れてみたりしてください。はい、第2層行ってみましょう。パーティー編成は第1層と同じです。はい、いつも通りジェレミアで回復します。で、千葉を前の方、いや後ろに置きましょうかね。はい、ここに置きましょう。そしてキューエルをここ、ダールトンいたらダールトンで、一番前に守護を置きます。守護より前に出ないようにしてください。はい、ジェレミア再配置でコストを回復します。はい、そしてアタッカーをここ上向きに置きます。はい、ジェレミアを再配置してコストを回復。はい、そして最後にヒーラーをここに上向きで置きます。はい、あとはこれで倒せると思います。で、今回みたいにこの守護の後ろに突撃いないですよね。これわざと1個開けたんですが、例えば、突撃がめちゃめちゃ守備力が低い、打たれ弱いキャラだと守護を抜けた敵がすぐ突撃止めちゃうんですよね。で、ダメージ食らうんですが、1個開けることによって、その間にね、仲間が倒してくれるかもしれませんし、火ダメが減るので、
こういう感じね、使えるときは使った方がいいと思います。それでは第3層に行ってみましょう。パーティー編成なんですが、これも第1層第2層と同じですかね。枠が空いてるのでセシル入れてもいいと思います。はい、それでは行ってみましょう。いつも通りジェレミアでコストを回復します。はい、そして突撃をここに置きましょう。はい、キュウエルを左向き、そして守護を置きます。はい、再配置でコストを回復します。はい、そして遠隔アタッカーをここ左向きに置きます。はい、次ジェレミア再配置が最後なんですが、こういう時にもしね、敵がすり抜ける場合は、ブロックできる場所に最後置いてください。こういう感じでね。はい、そしてヒーラーをここ下向きに置いて、これでクリアできると思います。はい、次第4層なんですが、ここちょっと難しかったですね。突撃1人増やして3人にしています。そして遠隔アタッカーなんですが、ちょっと火力が足りなかったので星3のビレッタを入れています。はい、それでは行きましょう。ジェレミアで回復します。はい、突撃をここに置いて、後ろにさらにナイトポリスの突撃を置きます。そして遠隔アタッカー左向きで上段に守護を置きます。はい、そして次にヒーラーなんですが、一番上から下に向かってギリフォードがちょっと危ないので回復してください。はい、ジェレミア再配置でコストを回復します。はい、そしてキュウエルをここ下向きに置きます。はい、ここで下が抜けそうなので千葉に変えて守護入れるんですが、これ今回は下なんですが、範囲攻撃の当たり具合によって上が抜ける時もあったんですよね。ですので、それを見極めてからこの守護を置いた方がいいと思います。はい、ということで4層まで、クリアしました。で、次の動画で5、6、7層をやります。はい、すぐね出ると思うんで5、6、7層の動画も見てください。そして最初言ったデイリークエストの上級7つ全部星3以下のキャラでクリアしてますんで、よかったらこれも見てください。本日は動画ご視聴どうもありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録グッドボタンお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。